吉原さんは STB の取材に対し、余市町長選への立候補に意欲を示し、近く記者会見を開いて正式に立候補を表明することを明らかにしました。吉原さんは大阪府出身の44歳で、初芝橋本高校から1996年にコンサドーレ札幌に入団し、1999年には日本代表にも選出されるなど活躍。現役引退後は先月までコンサドーレ北海道スポーツクラブの職員としてサッカースクールの指導に当たっていました。余市町長選挙には現職の斉藤圭介町長がすでに立候補の意向を表明しています。